サム、俺だ。デッドマンだ。目的地の方向はコンパスで確認できる。目的地が分からなくなったらコンパスで確認してくれ。セントラルノットにはブリッジズの本部があった。我々アメリカ再建派にとって最大の都市だった。ストランド大統領は療養のためセントラルを離れていた。それに同行していた俺たちもだ。バイタルデータは全て低下しています。回復の兆候はないと。はい、残念ながら。そうか、我々も準備をしておいた方がいいかもしれない。サム、俺だ。デッドマンだ。すまん、そうだったな。大統領の容体が良くない。悪化している。ありがとう。彼女も少しは楽になる。これで最後にあんたと話す時間ができそうだ。彼女？合衆国最初で最後の女性大統領であり、そしてあんたの育ての親。その服では面会できないな。脱いでから中に入ってくれ。彼が大統領の右腕であり、ブリッジズの長官。ダイハードも。そうか、あんたは第一次ブリッジズだった。それじゃ紹介の必要はないな。こんな形で再会するとは。皮肉なもんだ。お互い死ねない者同士だからな。10年ぶりの挨拶もなしか。大統領がお待ちだ。君のお母さん、ブリジットだ。意識も朦朧としているが、君のことはわかるはずだ。さあ大統領、サムが来ました。
我々は外します。サム、久しぶり。よく来てくれたわね。元気だった？そう、恨んでも当然だわ。アメリが。アメリ？アメリが西に行ったのは知ってるでしょう。3年かけて大陸を横断したの。この国を再建するために。まだ再建なんて考えていたのか。本当はあなたに言ってほしかった。もう時間がない。アメリを助けて。あなたが必要なの。もう一度つながらなければ、アメリカを再建するの。また世界をつながなければ、人類はみんな滅びてしまう。アメリカなんてもう誰も必要としてない。いいえ、孤立した人類に未来はないわ。アメリカの時代は終わった。それにブリジット、あんたはもう大統領じゃない。お願いよサム。あなたをビーチで待っている。あ、大統領。まずい。よし。先生、先生。いいか、大統領が亡くなったことは公にするな。これが露見すればブリッジズは崩壊する。ここにいる我々以外誰にも口外するんじゃない。はい長官、遺体も処理しなければ。でもあいにく処理班が。それなら大丈夫だ。
サム、君は大統領と最後の契約を果たした。何のことだ。君はブリッジズとなり、我々とアメリカ合衆国再建の任務を負う。また俺を縛るのか、ブリジットのように。ある意味それは正しいかもな。その手首の手形がその証拠だ。長官、大統領は全身を癌細胞に蝕まれていた。遺体を解剖することも臓器の摘出もする必要はない。一刻も早く焼却しないとネクローシスする。そうだ、早くしないとここもクレーターになる。俺にどうしろと。今すぐに動ける運び屋がいないんだ。死体処理班は全滅してしまったからな。そうだろう。だが大統領の遺体を焼却しなければ。キャピタルノットシティ側からの道路はボイドアウトで寸断された。残っているのは徒歩で登る山岳ルートだが、カイラル物質がたまるエリアだ。途中には奴らがいる。あんたにしかできない仕事だ、ドゥームスで機関車の。なぜ俺なんだ。サム、あんたはすでにブリッジズだ。配送依頼だ、サム・ポーター・ブリッジズ。少しいいか。ブリジット・ストランド大統領はアメリカ再建の象徴だった。就任以来長きにわたって国家の再建を訴えた。そのための組織ブリッジズを立ち上げたのも大統領だ。本来なら手厚く葬儀を執り行うべきだ。しかしそれは叶えられない。彼女の死はアメリカの死だ。それは我々ブリッジズの死にもつながる。だからこそ大統領の遺体は隠密裏に運び出し処理しなければならない。隠し押せたとしてももう次の大統領はいない。アメリカの再建はない。サム、アメリカは死んではいないんだ。大統領は死んだはずだ。確かに彼女は死んだ。だが大統領になるべき候補のアメリカはまだ生きてる。何のことだ。そのことは後で話そう。分かってほしいのはブリジットが立ち上げたアメリカ再建計画を我々が実行するということだ。ブリッジズはそのために存在する。そのための第一歩としてサム、君は大統領の遺体を焼却所に運ぶ。また世界をつながなければ人類はみんな滅びてしまう。本当はあなたに言ってほしかった。もう時間がない。ありがとうサム。あなたをビーチで待っている。焼却所はここの南西だ。だが途中には BT の座礁地帯がある。焼却所は山に囲まれたエリア。カイラル物質が拡散し都市に及ばないように。かなり過酷な運搬になるが、君を24時間追跡している。何かあれば我々が手錠端末からサポートする。場所は手錠端末で見てくれ。
サム、改めて言うまでもないが、遺体がネクローシス限界時間を超えると BT になる。リミットは心停止してから48時間だ。それまでに焼却しなければならない。再建の象徴だった。この国が分断し、人々が離れ離れになってからも、再びこの国が一つになることを諦めなかった。アメリカ再建を願う人たちも、彼女を信じたからこそ希望を捨てなかった。我々はこの国の再生を信じている。アメリカはまだ生きている。ブリジットの魂と共に。いらっしゃい。やるしかない。
First of March, it's clear to me there's something that's uncomforting. Your body is away with me, but I'm exactly where I wanna be. But I'm a long way from home. I know your voice, I know your face. This is something I cannot replace. Give me hope and give me doubt. Well, I loved you then, but I don't love you now. I'm a long way from home. Cause we're a long way from home.
すぐだ。も焼却してくれ。これは BB28 死体処理班のイゴールが使っていた BB だ。あんたが帰還した時クレーターで見つけた。なぜここに？廃棄が決まったんだ。セントラルノットは消滅した。ブリッジズの本部もそいつがちゃんと機能しなかったからだ。イゴールのログにも残っている。まだ生きてるぞ。回復の可能性はない。ポッドから取り出しても生き延びることはない。かわいそうだが殺処分するしかないと判断された。長官も承認したよ。奴らに食われるとボイドアウトする。
あんたは機関車だから戻ってこられるが、その一帯はクレーターになるぞ。いい手がある。
助かった。センターへ戻れ。位置はコンパスが示している。ここまで持ったのが奇跡だ。あんたのようなドゥームスが BB を装備するとお互いの感情や記憶がハウリングを起こす。恐怖心やストレスが増幅され、 BB もドゥームスもこっちに戻ってこられない危険性がある。残念だがやはり限界を超えていたんだ。処分するしかないだろう。サム、身支度を済ませたら大統領執務室に来てくれ。話がある。サム、大丈夫か？ドゥームスが BB をつなぐなんて考えもしなかった。
シャワーを浴びてきたらどうだ。カイラル物質の汚染がひどい。これから大統領に会うんだぞ。なんだと。大統領はもういない。怒ってるのか。ビビーの焼却を頼んだから。甘く見るな。お前らの便利屋じゃない。どっちにしろこいつはあんたに救われたな。違う、こいつが俺たちを救ったんだ。命の恩人のお世話は任せろ。じゃあ大統領によろしくな。